見事優勝を飾りました我那島真紀選手です。おめでとうございます。やばい、嬉しい。今節は本当にいい調整で進めてきたんですね。はい、もう最後バッチリだと思いました。2枠がいいって言ってましたけども、2枠が良かったです。はい、優勝戦前もじゃあいい調整ができて、もうギリギリまで、もう本当にこれで負けても悔いないぐらいギリまでやってたんで、あとは自分との約束スタートもだけ果たしてやるだけと思って行けました。スタートコンマ11ぐらい、うち2艇が、ね、しっかりスタートしていきましたけども、もうあれは差しに照準。いや、もう本当にまずスタート集中して1マークはちゃんと体が反応するようにと思ったんですけど、スタート行けたしちゃんと落ち着いて回れましたね。いい時のガマゴーイの仕上がりだった。本当そうですね。はい、ということで今年は、3回目の優勝で、ガマゴーリは4回目の優勝となりましたけれども、やっぱりいいですね。好きです。あと今節のタイトルが、はいはい、行きたかったんですよ。嬉しい。ちゃんとね、年パスと、ね、はい、ちゃんとねチケットがあるみたいです。わあ、嬉しい。やばい、嬉しいです。はい、そして勝ち顔のインタビューも答えてくれましたけれども、11月5日からガマゴーリで来年の2月に開催されますレディースオールスターのファン投票が始まりますけれども、一応目標としては何位以内に。いや、もうドリーム乗ったら勝ちガマさんとコラボして新庄さん、監督のビッグボス並み の登場やるって約束してるんで、はい、ぜひ。まあでも本当に投票してもらいたいですし、岩崎よしみさんもぜひお願いします。ガマゴーリは好相性の水面なんで、まあ、見せてくれるでしょうね。はい、もう見せます。でこの後もまだまだ戦いは年末に向けて、女子レースは、ね、熱くなっていきますけども、何か思いはありますか。そうですね、思いあるんですけど、まあ、今節が本当にそういうのを全部やめて今だけに集中しようっていうのを本気でやったんで、それが今日にもつながったんで、そのスタイルが私には合ってるんで、それでいきたいと思います。それでは最後にファンの皆さんも今節1節間応援してくださったと思いますので、メッセージお願いします。いや、本当に本場にお客さんがいっぱいいて、手振ってくれ、ゴールした後手振ってくれたのはすごく嬉しいので、これからもいいレースいっぱい見せれるように頑張るので、応援よろしくお願いします。優勝おめでとうございました。ありがとうございました。では続いて、ほら待ちに待った顎のテンボス年間パスポート1枚とパスポート10枚のセットとなっております。おめでとうございます。ありがとうございます。